どうも、こんばんは、NM です。今回は東京グルリインボーク新しいイベントが来てるので早速やっていきたいと思います。生きての A ですね、捜査官限定ということで、やっていきましょう。あー、全然育成進んでないぞこっち。そろそろね、ガチで教習やんないと。あー、さすがにオールアッパー SR 足りなさすぎるなと思ったのでやりたいんですけど、なかなか時間がないですね。あ、この街の背景って初めてじゃないか。これ一発でブレイクするの？うわー、するのか。しちゃうのか。じゃあこっちしよう。とりあえず銃像をさ、ガンガン覚醒じゃねえわ、スキル使わせて、でまあなんか、まあ、強げなボス来たらアモンでね、あ、ワンチャン、アモンじゃねえわ、アキラでね、まあワンチャン、まひれまひれまひれの運ゲーに持ち込みたいと思うんでね。それが育成進んでないパーティーの戦い方だと、僕は思ってるんで完全に運頼み。これ全員残しちゃったんだけど大丈夫か。あ、大丈夫だろ。これはどうせ死ぬだろう。縛いて、よいしょ。あ、ブレイクすんのか。そうだな、篠原使いの。あ、これ死ぬ？死んでないよね。オッケー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 。重蔵ブレイク、まあ、あとは普通にやるだけで倒せるかな。一応アキラ2回打ってアモン出して、で次しょっぱち重蔵のスキルスキブで使って、これ何フロアまであるんだ。3か。待って、ちょっと勝利条件見ますね。あんま今回難しくなさそう。スキルでフィニッシュ把握、操作感だけでクリア。わー、篠原でとどめ刺すこともするか。じゃあ窓さんを連れてきたかったんだけど、フレンドにいなかったんだよね、窓さんが。だからまあ仕方なく篠原でしたけど。あー、やべ、重蔵のスキルは見るって決めてたのにこのゲーム唯一のスキルだけ、スキルは見る気になるキャラ。あー、アキラ貯めないとな。とりあえずアキラ貯めるか一回。よいしょよいしょ、オッケー、貯まった。アキラはね、ちょっと待ってね、アキラ見させて。アキラ、詳細。アキラはスキブでどうなんの？あー、麻痺状態が4ターンになる。なるほど。把握。あー、篠原出して、で、重蔵にブレイクさせて、ここで一回シフト使ってもいいかな。もう一回だけ。ただアモンと篠原をチェンジさせたところでって話なんだよな。いいよいしょ、いいよいしょ。ああ、いけそうか。ほいほいほい。ああ、ギリ足んないね。まあいいや、シフトのあれもたまるし、いいでしょう。ほいほいと。俺これ A 行ったよな。なんか敵やらかすぎんか、それとも前回の錦とか、築山がちょっと難しすぎただけなのかな。クエスト情報。ああ、生きての A ですね。まさか、こいつがめちゃくちゃ強いとかそういう感じじゃないだろうな。さて、とりあえず、やめろや、お前左上の顔。悪意ないか。まひれ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 。俺、アキラのスキル結構好きだよ、この。キラキラしてる感じ、火花が舞ってる感じ。まひれまひった確率だよな、これ。お前は4ターンの間動けねえぞ。この世界は間違ってる。これぞ運ゲーで、とりあえず篠原出して、ほい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 。いや、硬いな。硬いですね、これ。あれだな、次あいつが動けるようになるまで、動けるようになるまでにアキラのスキルを貯めなきゃいけないと、そういうことだな。わかるよ。篠原打って、お、いいね。アモン出すか。アモン出して、アキラを貯めさせると。次のスキブで、一回重蔵を発動。いやー、どっちがいいんだろう。重蔵を発動させて次の2ターンでたまるかな。スキブ微妙なところなんだよな。まあ、ブレイク、毎ターンブレイクさせればたまると思うんだけど、
まあまあまあ一回ここスルーしようか。じゃあ、え、全然相手の HP 減らない。やばい、これこれさてはまずい。あ、もう撃つ、篠原撃つ、うわっ微妙いな。ここ篠原撃ったら多分あれやっちゃうよね。これであ、やべ、しくったな。出すか、仕方ないけど。で、スキルたまる。で、銃蔵撃つ。で、こう2回撃った時から銃蔵は攻撃力上がるから、このスキル2回撃てば銃蔵は攻撃力上がる。今2ターン消費したよね、相手の麻痺2ターン消費したからまだ余裕あるから。おっきょ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 、何もさせない。ね、撃つで銃蔵をもう一回貯めたいね。ていうか、あのブレイクさせてとりあえずスキルブーストのゲージを貯めたい。それじゃないとアキラがあれだからね。だ銃蔵、さっきどれぐらい火力出てたっけ銃蔵、忘れちゃったんだよね。ここスルーでもいいか、一回一回スルーして、でこれが、え、なんであいつ動いてんの、あれ麻痺切れるの早くね。しかもカグネの攻撃かっこよくね。カグネだよな今の攻撃、おい殴りじゃねえよな、お前せこい。一人だけせこくね、あいつ。ここで篠原を下げてよか、下げておけばよかったと心から思うが、よいしょ。いやー厳しいかこれ、いけ、うん、ナイスー。スキブ足んねえな。撃っちまうか、撃っちまおう。クズは駆逐だ、どうせアキラたまるやろ。まひれ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 、あーまひんねえか。厳しいな。とりあえずアキラをもう一回試さす。は？何？ブレイクダメージ？これはまずいですよ。ああ！ブレイクしてるな。よいしょ。出す。うわ、これアモンで一回縛いて大丈夫かこれ。ああ、大丈夫、全然いけた。アキラ、いやーこれ銃蔵で一回縛いて大丈夫か？わからん。大丈夫なのかこれ。いけ！オッケーオッケーオッケー、ここでアキラ芝生、もう一回芝生、ほい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 と、あと1回だな。ちょっと怖い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 、これ怖いぞ。ちょっと考えろ、確実に動けなくしたいんだ今。スキブで火力アップのやつは銃蔵のまだ続いてるから、アキラ下げてアキラ出して、召喚命令だぜ、アキラ出して、でここのあれにかけよう、マヒレ！おらマヒレ！これ確率だよね。マヒレ！マヒった！モロタでくどこれ。これはモロタで？ほい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 っと。動けなくなってるな。面白すぎだろ。なんか久しぶりに楽しいわこのゲーム、こういう戦い方すごく楽しい。いい火力ね。あ、全然 SR つけてないけどね俺。お、わあこいつブレイクすんのかよ。まあ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 いいだろう、どうせ倒せるだろう。ほいほいほいっと、よーし、またお前は動けないはずだ。あ、こいつもなんかさ、まれに麻痺とか書いてんだけど、お前麻痺持ってたのかよみたいな。じゃあ終わりにしましょう。よーし麻痺ゲーだわ、アキラ強いな。まあ、初めからこうやってれば勝てるんだな。でもグール限定とかだと使えないな。あ、俺スキルでフィニッシュするの忘れてた、やっちゃったぜ。
ということでね、ちょ、この顔やめろや。かわいそうだろ、心が痛むわマジで。ということでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。やめろよこの顔。